こんにちは、死神ちゃんです。今回は今や亡きパチスロゴ号機の導入後に発見されたヤバすぎるバグをまとめたのでご紹介したいと思います。信長の野望、天下創生。最初にご紹介するのはニューギンから発売されたパチスロ信長の野望天下創生です。シミュレーションゲームで人気を博した信長の野望のタイアップ機で2013年4月15日に導入が開始されました。本機は純増2枚の ART のみで出玉を増やすゲーム性なのですが、この台で発覚したバグはまさかの ART に突入しないという打ち手に地獄しか与えないバグだったのです。ことの発端となったのは、導入からすぐにこの台で大当たりを引いた人の中で ART 準備中に永遠とナビが発生せず準備中が終わらないということが多発したことにありました。 ART に突入させるナビが出ないので大当たりが一生始まらないのはもちろん、そもそもナビが出ないので準備中でもメダルが減り続けます。こんなヤバすぎるバグであれば普通は作っている段階でわかるものではと思うかもしれませんが、どうやらこのバグは基盤に問題があったようです。ただ出荷された台の全ての基盤に異常があったわけではなく、不具合がある特定の基盤に限り台の電源を入れた際誤作動を起こし押し順の指示を打ち消すバグを発生させてしまうそうです。メーカーの発表値では出荷台数の 5% がこのバグ基盤であったと公表しており、全ホールにある中の約600台から1000台がバグ長の野望だったそうです。決して少なくない台数であるため苦情が殺到。それを受けニューギンはバグが見つかった台は基盤を交換しに行くという対応を取ると発表しました。ただこの台のバグは非常に立ちが悪く、なんとこのバグが発生する基盤かどうかはバグが発生してからでないとわからないと言い出したのです。そのためこの台を打つ人は勝つか負けるかの勝負の前に、そもそも信長なのかバグ長なのかという違うフィールドで戦わされることになってしまったのです。結局島封鎖などをするホールが多数現れたためにメーカーは台の回収を余儀なくされ、1台あたり1日7000円の保証を発表。保証期間は導入日の4月15日から6月2日の48日間だったのですが、販売台数が約1万2000台だったため、この騒動でのメーカーの損失は約40億円と言われています。北斗の拳世紀末救世主伝説。続いてご紹介するのはサミーから発売されたパチスロ北斗の拳世紀末救世主伝説です。初代は約62万台の販売を記録し、大人気シリーズとなったパチスロ北斗の拳。6作目となったこの機種は2011年12月5日に導入が開始されたのですが、驚くことに今までの北斗の常識を覆すとんでもないバグを搭載した台だったのです。北斗の拳シリーズにはパチンコスロットともに登場するアミバというキャラクターがいるのですが、このキャラは打ち手にはとても嬉しい。主人公であるケンシロウとのバトルに登場すればその時点で大当たりが確定するプレミアキャラです。しかしこの台が導入されてから間もなくしてアミバとのバトルに発展したのに外れたというありえないことを言う人たちが現れたのです。もちろんバグの可能性も疑われましたが、ほとんどの人がアミバとのバトルに発展しても外れることがなかったために、あ、また海物語でサムが出たのに外れたみたいなことを言っている奴がいるわ的なノリで全く信じてもらえなかったのです。しかしこの北斗の拳世紀末救世主伝説は当時はとても人気の台であったため、多くのパチスロライターたちも好んで売っており、このアミババグを体験し提言するライターもいたのです。そして導入から約4ヶ月後のこと、なんとこのバグが起きた瞬間を捉えた映像が YouTube やニコニコ動画に拡散され始めたのです。さらにはパチンコパチスロ番組を運営するジャンバリ .tv のライター X という番組で見事アミババグを撮影することに成功。これによりこの台にバグがあることが証明されたのですが、どうやらこのバグはアミバとのバトルに発展すれば必ず起きてしまうものではなく、ある一定の条件を満たした場合にのみ発生する極めて稀なバグであったために、プレミア演出が外れる演出がプレミア的演出というわけのわからない状態になっていたのです。そのためこのアミババグは一種の都市伝説状態になっていたのです。そしてその一定の条件というのが、この台の大当たりのメインケーキとなるレア役の一つレアベルを引いた時にザコキャラのオーガン演出が出てくればこのアミババグに発展します。通常のアミババトル同様、当たり前のように百裂剣が炸裂した後アミバが奈落の底に落ち、ケンシロウの決めセリフとともに外枠がレインボーになります。そして歓喜のマックスベッドを押すと何事もなかったかのように通常画面に戻ります。これほど平然と歩いてるケンシロウに殺意を覚えることはありません。ただこのアミババグは大当たりフラグを引いたのに大当たりしないバグではなく、大当たりフラグを引いていないのに確定演出が出てしまうバグであるため、公式の発表などはなくそのまま放置となりました。そして実はもう一つ、現代の北斗シリーズにも当たり前のように使われているバグがあるのです。それがこちらの大当たりが継続するか否かを決めるラオウとのバトル演出の際、雲
が流れていたら継続確定のやつです。初代北斗の拳から踏襲されているこの演出ですが、もともとこういった演出は用意しておらず、なぜか継続が確定している時の一部で雲が流れてしまう、サミーが考えて作ったわけではないバグ演出だったのです。ただあまりにも打ち手から神演出だと称賛されまくったので、あたかも自分たちが考えたかのように今でも確定演出の一つとして搭載し続けちゃっています。新世紀エヴァンゲリオン魂の奇跡。続いてご紹介するのはビスティから発売されたパチスロ新世紀エヴァンゲリオン魂の奇跡です。2005年に導入された初代パチスロエヴァンゲリオンから4作目となったこの台は2010年の3月1日にホールデビュー。今でも多くのパチスロユーザーが口を揃えて名機だというほどの2代目エヴァンゲリオン真心を君にと比べるととんでもないクソ台で、エヴァスローを終わらせた惨敗とまで言われるほどの機種ですが、なんとこの台撤去されるまでネットで一切拡散されなかったとんでもないバグを搭載していたのです。エヴァンゲリオン魂の奇跡はボーナスのみで出玉を増やすタイプなのですが、設定6の時のみレギュラー中のベルがフラッシュしないというヤバすぎるバグが見つかったのです。通常この台はレギュラー中にベルが揃うとピカピカとベルが点滅します。すなわち1回目のレギュラーボーナス成立で設定6回中を速攻で見抜けてしまうのです。ベルの確率がどうだとか、この子役との重複に設定差がとか、そんなもの全てがどうでもよくなる超バグです。一部では自分たちが稼ぐためにメーカーがあらかじめ仕込んだのではないかとも噂されています。そのためこのバグはガチプロの間でのみ広がり、パチスロ界のガチプロライターで有名なシノケンもエヴァを攻略するとある番組でレギュラー中のベルフラがしなかったのを確認できた際、明らかに一瞬戸惑いつつも何の説明もなしに打ち続けていたということもあり、とにかくガチプロの人はこの攻略法を広めたくなかったのでしょうね。桜大戦3パリは燃えているか。最後にご紹介するのはまたまたサミーから発売されたパチスロ桜大戦3パリは燃えているかです。空前の大ヒットを巻き起こした初代エウレカセブンの後継機として大注目を浴びたこの台は2011年の1月11日新年一発目の初出しとしてホールに導入されました。しかしこの台は店長の顔面が青ざめるどころでは済まない客側に大ハッピーのとんでもないバグを搭載していたのです。この台の挙動がおかしいと噂され始めたのは導入してすぐのことでした。まず異変に気づいたのはホール側で、明らかに設定位置の時に利益が全く出ておらず、なんと全国の桜大戦の設定位置のホール割が本来の設定位置の機械割である 97.2% を大きく上回る 105% を記録したのです。最初に述べたようにエウレカの後継機を歌っていたため大量導入をしまくったホールが多数あり、損失などえらいことになったのです。現代でいうところのマッピーが全国で大量導入され、毎日目押し自慢たちがフルウェイトでぶん回してるようなことが起きたため、当然メーカーに苦情の電話が殺到しました。その後すぐさまホールは桜大戦の島を封鎖し始め、メーカーも不具合を認めた上で金銭面や代替機などで保証する事態となったのです。では一体この台にはどういった不具合があったかというと、ビッグ中のレア子役を意図的に取りこぼすことで ART の抽選回数を増やすことができたり、 ART 突入時に抽選される本気最強の爆裂フラグプレミアムデートタイムへの当選確率が設定1のみ異様に高かったりと、様々なバグが見つかったのです。その後この台はめちゃくちゃ甘いんじゃないかというユーザーの声が上がるとともに、そそくさと跡形もなくホールから姿を消してしまい、桜大戦3はバグが完全に修正されたパチスロ桜大戦3ループバージョンに改められホールに再登場しました。 Shine